はい、ということでリクエストがあったので 50-1.2 をつけております。 50-1.2 を ZF につけてエクステンショングリップついている状態ですね。この状態で片手で持ってこうか。あー、なるほど。確かにこれは、まあ、レンズがねご覧の通りでかいのでグリップはあった方がいいと。で、個人的にはあっても手だけで振り回すのはちょっと勇気がいるかなって感じです。グリップがあってもね、結局ここが薄いのでこう持った時に結構注意して持たなきゃいけない感じはします。まあ、あくまでもね、やっぱりストラップをここにやってもらって、ストラップ併用で大きなレンズっていうのは持つようにしてもらった方がいいかなって感じです。まあ、そこはね、ZFC の時とかも同様だったと思うんですけど、グリップのところがね、薄いとかっていうのがあって、やはり、まあ、180-600 をね、つけてくれみたいなことも言われてますけど、つけてもね、もっとでかくなるだけなんで、同じような感じだと思います。やっぱり70-250の1.2、85の1.2とか、そういう大きなレンズの時は、グリップはやっぱり必要になってきて、かつグリップだけだと個人的にはちょっと心もとないので、片手で持つってことはあんまりしたくないかなって感じです。こうね、両手で持ってあげるか、あるいはストラップをねきちんと補助でねストラップでやってもらうっていうやり方がいいかと思います。グリップ付きのねこの状態のビジュアルっていうのはこんなんです。どうだろう。まあね、機能的にはフォーカスとかがだいぶ優れてきているので、これでね、モノクロのスナップとか、ね、50-1.2 でね、ポートレートとか撮れたら、すごくね、雰囲気があってかっこいいかなと思うけど、ちょっとね、ここの薄さに対して、レンズがでかいので、取り扱い若干注意っていう感じです。ZF のプレミアムエクステリア張り替えキャンペーンということで、ZFC と同様にね、今回もやるようです。年明けの1月15日までね、やっているようですよ。色の方です。セピアブラウン、インディゴブルー、ストーングレー、モスグリーン、サンセットオレンジ、ニコンダイレクト特別限定色、ボルドーレッド。相変わらず ZFC の時と同様、どの色にしても結構似合ってる感じで、なかなか悩ましいところですね。